メキシコボナンパク遺跡日本の石中も見えるボナンパクは4世紀から8世紀頃まで栄えたとされるマヤ文明の都市遺跡、ボナンパクと表記されることもある。メキシコ南東部のチアパス州東部、グアテマラ国境に近い北緯16度42分0秒統計91度3分0秒、北緯16.7000度統計91.0500、 16.700091.0500標高300メートルの地点に位置する。シエラマドレイ山脈に平行に走る2つの山脈に挟まれた幅20キロメートルの平坦な谷間に立地する。現在の気候は熱帯雨林気候であるため周囲は密度の高い森林で覆われている。南西1.5キロメートルにはラカンハカが流れる。 遺跡全体は北北東に向いている。約100メートル四方の広場を中心とし、南側に高さ数10メートルのピラミッド型をした丘の表面に沿って神殿が築かれている。広場の中央に1本、および広場と神殿の境界に2本の石柱が残る。1946年、ジャイルズ・ヒリーによるラカンドン族の映画撮影がきっかけとなり、 ボナンパク遺跡も一般に知られるようになった。その後、本格的な調査が1947年からアメリカのカーネギー研究所とメキシコの国立人類学歴史学研究者の共同で実施され、1955年にその研究成果が発表されている。1964年にはグスターボディアス・オルダスが、 大統領選挙の公約にボナンパクなどの遺跡に関する周辺インフラ整備、開発を掲げ、観光資源として本格的に開拓されるようになった。かつて、マヤ文明は戦争の痕跡がないこと、都市に城塞がないことなどの理由から一般的に争いを好まず、平和的な民族の文明であったとされてきていたが、ボナンパク遺跡に残された壁画はそれらの認識を、 覆す描写がなされていた。1955年に発表された最初の調査報告書ではそれらが意図的に隠蔽された状態で発表されている。ボナンパク遺跡の壁画ボナンパクの神殿は内部が3室に分かれており、それぞれの部屋には戦争出陣前の様子、戦争の勝利と捕虜の獲得の様子、勝利を祝う儀式の様子がそれぞれ壁画に描かれており、 この壁画と書かれたマヤ文字の解読により、マヤ文明の戦争についての詳細が判明した。ボナンパクの壁画の復元には DIS が用いられ、デジタル復元が試みられている。マッシューズ、ピーター1980、ノーツ・オン・ザ・ダイナスティック・シークエンス・オブ・ボナンパク、パート1、イン・ロバートソン、メルル・グリーンサード、パレンケラウンド・テーブル、パート2、ユニバーシティ・オブ・テキサス・プレス。 オースティン、ピアニッシモ、60から73、マヤ文明、石田英一郎、デジタルイメージシステム。日立製作所が提供するソフトウェア。公式サイト、ありがとうございます。